暗闇でも見える赤外線カメラを手に、さまざまな仕掛けで捜索隊を足止めする。なんかさ、誰かいるぞ。これ面白い。すごいクラッカーの匂いする。いいね、これは面白い。なんかあれだ。日村さんに、日村さんのボトム目がけていきましょう。宮がヨダが使う予定の小道具を発見。この後の展開で使う小道具だが、パニックの日村はなぜか装着。あれだろ。自分だよ。暗闇の番人ヨダはこんにゃくを素手で持って追撃。はい、どうぞ。やばい、こんにゃくボロ。誰か捕まえた。やばい、逃げろ逃げろ。完全に捕まったヨダ。するとここで、誰か分かりますか？あ、もうバラしたね。ヨダです。ヨダ、日村さんの耳元でネズミがいるんで気をつけてくださいって言って。ネズミがいるんで気をつけて。やめろ、ネズミのこと言うな。これ日村さんネズミ超嫌いだから、もうこれだけでもやばい。ほらほら。